今日はあの弓の材料をちょっと選びに、バイオリンの弓の材料から選ぶっていうのはちょっとなかなかないことなんですけど、あの僕があの愛用している弓がアルシェさんの弓なので、あのちょっとそういう材料から見てみたいなと思って。音に対してはね、本当に僕も今の使っている弓っていうのはもう本当に自分の理想の音になってるんですけど、そのそこに今僕が C って言ったっていうのはもう機能性の部分で、あのもしかしたらちょっとあの若干変わるのかな。そのワシントン条約の規制かかってだんだん丸太で出せないとか板で出せなくて、こういう部材にしないと出せないという時期があったので、これじゃないと輸入できなかったんですよ。あ、そうなの、うん、これも2万6000本買って番号ついてるんで2万6000本、そうそう、でこれでも1本ずつ番号ついてるんだよね。1本ずつ1本ずつ、これだからトレーサビリティっていうか番号管理してるんですよ。すごいね。そうだね、21,890番でしょ。22,700。なんか木の古さっていうのも違う。そうですね、あのこれはあのブラジルのそのペルナンブーコ州で当時80代の、ジョン・バチスタっていう男性が生涯かけて集めた材料なんですよ。なんでかなり古いと思います。古いのあるんだね、うん、きっとね。めちゃくちゃ楽しいね。いやだから幸運がこんなって言ったらあれだけど、あのこういうスティックがね、あの本当に今僕が使わせてもらっているような弓に なっていくっていう、その一番最初の状態ってこんなに間近で見たことなかったから、うんうん、ちょっとこういう系の色だよね、僕の。そうそうそう、あの濃い色とね、薄い色もあって素敵な材料じゃないですか、うん、これもしかしてこれすごい綺麗な木だと思うんだけど、どうやって選べばいいの。でも朝から ある程度いい材料の塊の中から、うん、あの王さん選別してたんで、もう一時ラウンド終わってると思う。なるほどね。すごい、こんな木がたくさん。全部ここにあるんですか。ここと中にもまだあるんです、一生作れるじゃん。どうでもやっぱ結構不良になるのが捨てなきゃいけない。まあそういうもある。作ってないからね。これも多分一個一個音速流してそれがどれぐらいでこう伝わってるかっていう値があるんですけど、そういうのがあの数値書いてあるんですよ。音とか全部一個ずつ。そんな過程があるんだ。そうですね。全然知らなかった。なのでなんか天然のものなので
宝くじ掴むみたいなところがあるんですよね。そのいい材料に当たるっていうのを、 それをじゃあどうやってこう現代の力使ってそのくじに当たる確率を高めるかっていうことで、やっぱ科学技術なんかも入れて計測を入れたりしてやっぱりやっていかないといけないんですよね。すごいね。工場や工場そう。実は選んだのはあれですよ。ここにあの最高級の台隠してあって、はい、取られちゃうと嫌なんで、はいはい、こっちがあのもうこれがもう取り分けてる、まあ、そう最高の。最高の材料。確かにちょっとさっき見たのとはね、この時点でもう全然違う感じしますよね。今日はあの三浦さんに選んでいただいたのはペルナンブーコというブラジル原産の希少な材料です。あの大西洋岩林っていう、特殊なあの森林がありまして、そこでしか取れない本当に希少なあの木材ですね。現在はあのワシントン条約に指定されていて、取引が一部制限されています。あのこういう希少な材料を手に入れるにはやはり人間関係が大事で、私も何回かブラジルに行って、直接現地の人と交渉を重ねています。ブラジル現地でもペルナンブーコは非常に希少な材料で、イバマという森林保護局によって管理されています。ですのであの現地で手に入れるにしても非常に大変なので、ましてや海外に輸出するっていうことになると非常に多くの手続きを踏まなければなりませんでした。これが僕があの普段あの愛用してるやつですね。白い部分輝いてる、ほらこれほらこれぞ。これもねほらなんかね、使い込んでいて結構、ね、使い込んで赤くなってるっていう、そう材料の表情が変わってきたりするから、ああ本当いいですこれ、いやでも決してあの明るい色ではないと思う、明るい、これって多分どれぐらいの色になりますかね、これだったらこれぐらいまでいきますかね。実はその色変わらない、そんなに変わらなそう、ちょっとなんか輝きがあるね。ちょっと色合いが違いますね。はいはい。うわあ、すげえ。なんかこれすごくでも。あの思考っていうか。すげえ。手作りのものです。じゃないですか。何をされてるんですか今のこのここでは。あ、これラッピング。ラッピングとか。フロックのとこ。はい、磨きをこちらでしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。トントン。こんにちは。あ、あの、三浦です。かじゆきで、この強さを見るんですね。押したとき、強さを見るんです。ちょっとドキッとする、これ一瞬。取れるか。ああ、みたいな。フロックは全部同じ重さではないでしょ、もちろん。重さじゃない。ここで合わせた感じで、畳みに。毛を張ったらまた結構重さも変わる。そうですね、5グラムちょいぐらい増えるんですね、そこで。じゃあ、なかなか。あの今日聞きたいなと思ったのは、あと重さってのはやっぱり、重けりゃいいってもんでもないと思うし、はい、多分、その、ね、軽すぎたらもちろんダメだしっていう。あ、こんにちは。ほんのわずかにまだ隙間があるんで。あ、そうですね、はい、ぴったりにしていくっていう、はい、わあ、フロック作るとこも初めて見た。トルテが時計職人だったんで、それでこういう金属部品が入ってきたんですよ。それまではスラズバイルスの時代だったらほとんど木の部品だけで作ったんですけど、それでこう成功になってレベあの洗練されて指の製作レベルが一気に上がるんですけど、ちょっとすごく今ねあの感動してる俺。
こう丁寧にフロックもこうやってね、作られて。手替えって難しいですか？難しいですね、バランスが。手替えってのは年に何回ぐらいやるんですか、プロの方だと。人によるんですよね、これはね。もうなんか僕なんか結構割と神経質な方だと思いますね。結構じゃあ年に2回ぐらい、いやいやいや、僕毎月ぐらい、月1くらいですかね。使ってる弓だ、よく使ってる弓だと、はい、やっぱりその弓の持ってるもののそのフレッシュさが全然違いますよね、音ね。変えたては気持ちいい。こう季節とかでね、伸びたり縮んだりってよくあって、あの湿気出るところに演奏会でいたり、その乾燥しているところに行ったりすると、例えばなんかこう弓がね、こう最初こういうほら緩んでる状態で、そのやっぱりここで回してそれを調節して貼るんですけど、それがね全然うまくいかなくなったりする時もあるんですよね、その湿気とかでね。湿気出ると本番の前に、そう、あります、よくあります。もう全然ダメだみたいな。どういう気持ちですか？諦めます。まあ諦めます。あと松ヤニが乗らないとかね、もうそのやっぱり気候で、そういう時はもうね、諦めてね、ちょっといつもよりギュッて引くとかね。難しい部分だと思うんですけど、大事な部分でもあって、重さの話を僕がさっきお聞きしたっていうのは、やっぱり時々ね、そのさっきおっしゃったようにちょっとこう、うん、重いって感じる時はある、うん、でもまあそれは本当強いて言えばの話なんで、うん、大事な重さなんだと思う、もちろん思うし、バランスの問題ですね。だから音に対してはね、本当に僕もう今の使ってる意味っていうのはもう本当に自分の理想の音になってるんですけど、そこに今僕が C って言ったっていうのはもう機能性の部分で、もしかしたらちょっと若干変わるのかなと、
自分の先に持った時に、いや、重いなあって感じがした、うん、じゃあちょっとまたほら、それでさっき の新しく出来上がってたやつっていうのは見たらね、少しバランス違った感じがあったんで、でもやっぱ音はすごいしっかりしてたっていうのは、じゃあちょっとありえるのかなって。これが、これもいいですよね。なるほど。これなんか曲がないもんね。へえ。これやると運動すると。あ、本当ですね。でもきっと作っていくあれで、あの全くしならないっていうのも良くないんですもんね、弓っていうのは。多少のその作ったできた時に、まあ少しは、うん、僕のあの前にもあの堀さんにお話したことあるんですけど、弓の毛をね、あのそんなに張らなくていいっていうのはやっぱりいいな、いい弓だなと僕は感じるんですよね。はい、うん。あのやはりだって柔らかい弓だと結構こうどうしても張らないといけないという感じがあるんで、うん、これなんかうんともすんとも言ってないですもんね全然これはいいですね、確かにすごく硬い、これは硬い材料、これよりさらにそんな気はしました。これ行きの方がいいかもしれないで大きさ、太さとしてはそんなに変わらないと思うんだけど、今ね、うん、あのこれがいいかも、そしたらやっぱこれですね、うん、これで、じゃあこれで一応これとこれ2本はいはいやってみます、やってみてください。でもこれ、うん、これ硬い、じゃあこの3本の、この3本、うん、これこの3本1と2と3、じゃあよろしくお願いします。これから腕をまた、うん、1からまた腕を磨いて、わかりました。でも、はい、楽しみにしてます。ありがとうございます。まあ今までもちゃんと仕事してるんだけど、特に三浦さんで今回の部分は特に あれだけの言葉を言っていただけるんだ、いただけて内心もう本当にドキドキする責任重大だと思ってくるんだけど、三浦さんには平常心で作りますと言ったものの果たしてじゃあ次は5回まで、はい、はい、じゃあありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。